台湾のブエワン、カンフー、ミーガー、チキン味、ユッス仕様、揚げ麺に粉末スープがついています。麺は細めの角断面で、表面はツルツルしています。柔らかめで粘りやコシは弱く、ちょっと頼りない食感です。それでも軽い気持ちで食べられるので、軽食や間食としての用途には十分です。スープは白濁しています。パッケージの調理例写真は茶色いですが、醤油成分は感じられませんでした。口当たりは少しとろっとした感じで、とてもマイルドです。やや粉末臭く、旨味は人工的で強いです。穏やかな味で、脂っ気や辛い刺激はありません。決して元気の出る味ではありませんが、まったりとした昼下がりの食事にいいでしょう。